ニュージーランドの地震で被災した CTB ビルの捜索活動が一両日中にも終了します。しかし行方不明の日本人28人の情報は依然ありません。クライストチャーチの山野さん、身元の確認作業の現在の状況を伝えてください。はい、日本人の身元確認作業は全てですね、ここから20キロ離れた軍の基地の中で行われています。これまでに収容された遺体は165人に上っています。この基地の中では DVI 災害犠牲者身元確認チームが立ち上がっていて、ニュージーランド以外からの4カ国からも派遣された応援を受けて240人体制で作業を進めています。これまでに身元が確認されたのは38人に上っています。日本もですね、昨日からこのチームに医師ら2人を参加させて作業の迅速化を図っています。山野さん、具体的に確認作業はどのように行われているんでしょうか。はい、この DVI チーム、大きく2つのグループに分かれていまして、1つは実際に遺体を触って解剖などを行うグループ、もう1つは医療記録などを整理するデータを扱うグループなんです。日本の医師らが参加しているのはこのデータを扱うグループです。タイはですね、このチームに7人を派遣していますが、実際にこの遺体を触るグループにも派遣していまして、これまで CTV ビルから派遣されたタイ人女性1人の身元の確認に至っています。日本政府はその日本人不明者のですね、資料をすべてこの DVI 側にも提供していまして、これからより身元確認作業が本格化するものと見られます。